皆さんこんばんは。6月15日の塩チャンネルです。今日通常国会が閉会をいたしました。150日間、長い国会だったんですが、終わりました。議論は低調だったというふうに新聞時も報じられておりますし、私自身もそのように思います。子ども国会って言われてましたけれども、議論が盛り上がることはありませんでした。昨日そのことをですね、子ども家庭庁の審議の最後の時に言ったら、そうよねみたいな感じで野田大臣をうなずいていらっしゃいましたし、総理もみたいな感じにみたいな感じにはなっていたんじゃないかなというふうに思っています。やっぱり総理はおそらく子ども政策についてそんなに詳しくないんだろうというふうに思います。ですので官僚答弁を読み上げるだけになっていて、子ども政策を大きく転換することで日本の未来を変えていくことができるというところまでのロジックはですね、まだピンときてないんじゃないかなというふうに思っています。官僚答弁から一歩踏み出るということはありませんでした。今回の子ども家庭庁は私今日最終日で、本会議で討論に立たせていただいたんですが、そこでもお伝えしましたが、縦割りがやっぱり色濃く残ってるんですね。子ども真ん中っていうのが子ども家庭庁だったはずなんですが、真ん中やるのは縦割りだったと私はこのように感じています。やっぱり文科省とそれ以外のところでですね、いろいろな縦割りが残ってしまっておりまして、縄張り争いですよね。こうしたところを崩されることがやっぱり官僚側としては嫌なんだろうというふうに思っておりますので、私は何回も泉市長とお会いするべきだと明石の言ったんですが、総理は泉市長は評価している内容も知っているみたいなことをおっしゃっていたんですが、おそらく事前にパパパッと話を聞いて、それで知った、それで評価をしているぐらいのお話で、どういうロジックで明石が人口が増えて出生数が増えて、そして仮大町日本一、そして中核市で人口が一番増えているのかとか、そして税収が増えたというような、こうしたこうエンジン回していくガソリンを入れてですね、きちんとこう起爆剤としていくというようなところまでの理解、おそらく総理は子ども政策についてそんなに詳しくないんだろうというふうに思っています。あまり思い出がなさそうなんですよね。ちゃんとやりたいと思いのある総理だと思うんですが、そこまで思い入れがないので、こう舵を切るっていうところまでのロジックがおそらくまだ分かっていないんじゃないかなという気がしています。今回できないとデジタル庁みたいにですね、何なんだこれはみたいな感じになりかねませんので、明石の泉市長とお会いいただけなかったのは残念だというふうに思いますし、大人の都合の組織になってしまえばですね、大きくその日本の政策転換をして出生数が上がって海育てやすい日本として、そして、人口も増えて税収も上がっていくというような、プラスの連鎖ですよね。相乗効果みたいなものが、生み出せないというふうに思っています。これ今回大きなチャンスを逃したというふうに思っているところです。ちょっとこう政策センスの部分で岸田総理には疑問がつくんですよね。これまでの総理みたいにすごく変なことをしたりとか、なんかこうある種偏った考え方に沿ってですね、政策を進めたりとか、そっちの方に舵切るみたいなところはなくて、真っ当な考え方とか安全運転をしているというだけでですね、いいじゃないってなってるのが今の日本の現状じゃないかなと。あまりにも前の総理たちがおかしかったので、岸田総理が至極真っ当に見えているという意味で支持率が高いし、だからこそ思い切った政策転換っていうものについては総理もする必要がないんじゃないかなと、少なくとも参院選が終わるまではですね、やらないんじゃないかなと思っている中で、このタイミングを逃した子ども家庭庁というのは、残念ながらですね、難しい縦割りを残したままだとこの後の改革というのは難しいというふうに思っておりますので、これは残念だというふうに思っています。いずれにしても岸田総理の政策センスは私はちょっと問題があると思っておりまして、子ども家庭庁を上手に利用して、私だったら上手に利用して日本がいい方向に行くように、プラス選挙に向けてもすごいプラスですから、明石の市長と会って、少ないこともですね、会うということはして、期待を国民の人に希望を持ってもらうというところまではまず選挙前にできますよねと、私だったらやるんですが、それはしないし、おそらく子ども政策にあまり詳しくないのでそうなっちゃってるんだろうというふうに思うところで言えば、やっぱり政策センスというふうに思いますし、所得倍増って言ってたのに金融所得と言いますかね、そのあたりを倍増というような話が出てしまっていて、
まあ、基本的には私両輪だと思うんですね。所得の倍増とその金融所得の倍増というものは両輪でやっていくと。これってやっぱりすごく重要なことで、貧困対策みたいな感じのものではなくて、NISAみたいなものはですね、きちんとですね、貧困対策がちゃんとできないか、それどうなんだみたいな感じで批判受けちゃっているんですが、まあ、金融所得の倍増みたいな感じで総理が今言っちゃってるところ本当にセンスが悪いなというふうに思っていて、まあ、総理は両方両輪でやるんだよって言ってるんですが、まずこっちを言って、これを言った後にこっちをやっていくということで、こう中間層の対策ですね。こっちは全員。所得倍増というのは全員、国民全員、これはその低所得者も全員、でもこっちの金融所得っていうのは、まあ、月1000円とか2000円でもNISAみたいなものは長年やっていくとですね、どんどん額とかもですね、上がっていくというような強みがあるので、とはいえその元手が最初いるでしょと、数千円であったとしても数万円であったとしても、ってなってくると、まあ、やっぱり極端な意見の方たちっていうのはその投資に回すお金がないんだっていうのでキーってなってしまうわけなんですよね。私これ本当に良くないと思ってるんですが、中間層の人にとってはですね、これ頑張ってもらう人は頑張ってもらったらいいんですよ。でこっちもちゃんと政治がやる、こっちもやるっていうことで、みんなできちんとやっていくってことが重要なんだけれども、こっちを言う強さを弱くしてしまったので、こっちで投資する、元手がないんだキーってなっちゃうので、総理のセンスっていうのはちょっとやっぱり疑問が残るなと思ったら、案の定、決算委員会テレビで杉尾議員にやられてましたね、その部分。まあまあしょうがないよなと思いながら、私自身はですね、どちらも大切だからこそ、先にこっち全員が対象のこっちをしっかり言った後にこれとくっつけて、できる人は頑張ってねと、でここの部分の、対象額を増やしますよとかね、できる人は自分で頑張ってもらうんだっていうところは、私は中間層の拡大という意味では非常に重要だというふうに思ってますし、まあ、NISAというのはイギリスの制度を参考に作ったものなんですが、イギリスの額からいくとですね、優遇の額、幅がすごくちっちゃいんですね、日本。なので、きちんと優遇しなさいねっていう。で、これは格差が広がるんだ、みたいな感じに、キーってやっぱり言われちゃうんですけれども、やっぱりこっちをちゃんとやるっていうことと、きちんと優遇するとこはしてあげないと、中間層増えていきませんよって、まあ、頑張りがいがないとなってくると、みんなを税金で支えるってことになっちゃいますから、みんなで支え合う社会を作っていくために、私は両方必要だというふうに思っている、います。はい、非常に、岸田総理の政策センスは残念だなと思っています。あともう一点、今日はアダルトビデオの出演被害防止と救済法が成立をいたしました。これは明日しっかり取り上げたいというふうに思っています。登壇させていただきました。何はともあれ、まずはこの法律、今回に逃すとですね、二度とできない奇跡的な法律ですから、明日しっかり解説したいと思っています。それではまた明日、国会閉会しました。